今回は三脚について解説をしてみたいと思います。三脚の内容ですね。三脚というのはどういうようなものが必要であるのかということであればですね、丈夫で、しっかりしているものの方がいいわけです。ところがですね、実際にそのしっかりしたものを持っていけない状況もありますよね。旅行などでですね、大きい三脚を持っていけないという場合にですね、小さい三脚をどのように活用するかということについて今回は解説をしてみたいと思います。まず三脚の種類を見ていただきましょう。まずこちらの三脚ですね。こちらはハスキーという三脚です。このレベルの三脚を使えばですね、もちろん十分安心して長時間録音もできますし、撮影するときにはですね、非常に便利なんですが、いかんせん重いということ、大きいということで、なかなか旅行などでは持っていけませんね。そこで比較していただきたいんですが、こちらがハスキーの三脚、それに対してですね、このような小型のですね、三脚、こういうようなですね、旅行用のですね、三脚を使って、どのようにして撮影するかということについて解説をしてまいりたいと思います。ベルボンのですね、シェルパ443という三脚です。この非常に小さいですね、三脚なんですが、この三脚を使ってですね、どういうふうに三脚を使うのかということについて説明をさせていただきます。まずカメラをですね、取り付ける際の注意点ですね。これはですね、他の動画でも一度説明をしてますが、自由運台、この自由運台の場合にはですね、カメラ本体をですね、しっかり取り付けることが重要ですね。まずカメラを三脚のネジ穴にこのようにつけるわけです。このようについた状態でですね、このままですね、締め込みとします。手でいっぱいに締め込みました。そしてこの状態からですね、横位置で撮影する場合にはそれでも問題ないんですが、例えば縦位置にするとですね、こういう状態になってですね、一応保持はしてるんですけども、非常に簡単にこのように動いてしまう、そうですね、簡単に動いてしまうわけですね。これはなぜかというと、手で締めてるだけだからですね。でこれをですね、どういうふうにしたらいいのかというと、まず締め付けます。手で締め込んだ後にですね、このままですね、カメラ本体を、こちらのネジをきちっと締めてですね、カメラ本体を回します。このようにですね、カメラが少し動きますね。このような状態で締め込むとですね、非常に安定します。で、この状態になっていれば基本的にですね、まずブレる可能性は低くなります。三脚の場合のですね、ブレる確率というのはほとんどがこの運台によってブレるんですね。足の細さでブレるという率よりもですね、運台の甘さがブレる原因になりますので、ぜひこのところを注意してください。まずここをしっかり止めるということですね。で、外すときはですね、当然こう手でやっても外れなくなります。非常にかしまってる状態ですと手でやっても外れませんので、その場合はですね、このカメラ逆の方向ですね、カメラ逆の方向に回してあげればこのようにですね、緩みますので、あとは手でこのように回して撮ることができるということです。そしてこういう小型三脚の場合にはですね、何が重要かというと、どういうふうに使うかということなんですね。例えば、岩など、多少高いものがあればですね、そういうところにこの三脚を置いて、カメラポジションにもよるでしょうけど、カメラを置いてですね、撮影をします。そうしますと、カメラが安定しますので、ブレにくくなるということですね。それと、長さを伸ばして撮影をするという場合があるとします。自分の身長の高さぐらいにしてですね、伸ばして撮りたいというような場合にはですね、やはり不安定になりますので、こういった場合にはですね、手持ちで撮影するような感覚で撮影するというですね、三脚だからといってですね、安易にシャッターを押さないということが重要ですね。ではどのような形でですね、撮影するのがいいのかということについての説明をします。この三脚でですね、今のこのシェルパ443という三脚なんですが、この三脚の場合はですね、このぐらいの高さですね。そしてエレベーターを使うとここまで伸びます。ここまで伸びればですね、十分撮影としてはいいと思うんですが、当然これだけ伸ばしてしまうとですね、なかなか安定感がないですね。非常にこう動きやすくなります。見てお分かりですかね。このようにカメラがですね、かなりプルプル動く状態になります。
これいくら締めてもですね、もともとが不安定ですので、どうしてもこれ以上はならないということになります。まあ、そういった場合にですね、どういうふうにして撮影するかということを説明します。まず第一に必要なのはレリーズですね。レリーズを使います。レリーズというのはこういうですね、リモートコードとかも言われてますけど、レリーズというものを使います。これをですねカメラにつけます。まあ、そうしますとカメラに直接触らずにシャッターを押せるということですね。それではシャッターを押してみましょう。レリーズでシャッターを切るとこのようになります。まあ、当然カメラに直接触れてないわけですから、まあ、基本的にはですね揺れにくいということになりますね。それと手持ちで、撮影するとですね、こういう状態で持ちますので、どうしてもカメラの揺れがですね、手で押さえている分だけですね、揺れがこのようにカメラに伝わってしまいます。ちょっと拡大してみてもらうと分かるんですが、結構揺れるわけですね。そしてレリーズを使うとどうなるかというと、カメラそのものがですね動かずにレリーズをこのように使うと撮影ができるわけですね。で、例えばこのレリーズなんですが、このレリーズがですねちょっと邪魔だという方がよくいらっしゃいます。プラプラしてですね、特に風なんかだと硬かったらぶつかったりしますので、そういう場合にはですねおすすめスタイルはこのパーマセルテープというのがあります。スタジオ用のテープなんですが、このテープを使うとですね簡単に止めることができます。例えば、ポジションを決めたらですね、この、まあ、この下の方で止めたいということであれば、このパーマセルテープでレリーズそのものをですね固定することができるということで、こちらにですねつけることができるわけですね。ちょっとこのような形ですね、ここにつけることができるわけです。そうすると、まあ、さほど動きませんし、まあ、かっちり固定したければ固定することももちろん可能です。それともう一ついいのはですね、このパーマセルテープは糊跡が残りませんので、後で剥がした時にですね、ベタついたりすることもないので、非常に便利だと思います。ファインダーから目を離して撮影しなければならないという時もですね、このパーマセルテープをですね、ちょっと切ってですね、ファインダーの方につけてあげればですね、逆から光を入れてしまってですね、露出が変わってしまうということを防ぐことができます。まあ、こういったようにですね、パーマセルテープ非常に使い道多いので、ぜひカメラバッグの中に入れておくといいかもしれないですね。一脚でもですね、手ぶれを抑えることができて、ある程度便利なんですが、どうしてもなかなか、抑えきれないという、使い方が難しいというご意見もありました。まあ、こういった場合にはですね、こういった細い三脚をですね、一脚代わりに使うということもできますね。幅をあまり広げずにですね、置いていただく。まあ、これだけでもですね、ある程度自立しますので、このエレベーターの部分をですね、持ってある。そして、ファインダーを覗いてですね、シャッターを切る。通常の手持ち撮影と同じようにですね、シャッターを押せばいいということですね。15分の1とかですね、30分の1秒ぐらいのですね、微妙にブレそうな時にはですね、このように手持ち撮影ができるということなんですね。慣れない方は手で持ってですね、レンズを持って通常の構え方の通りにですね、撮影をするということでいいと思います。まあ、このようにですね、三脚、小型の三脚一つ持っているとですね、旅行先でも、まあもちろん三脚としても使えますし、一脚代わりにも使えますので、ぜひそういった意味で、小型のこういうトラベル三脚って言うんですけども、小型の三脚をですね、一つ用意しておくと、いろいろ利用価値があると思いますので、持って歩いてもですね、非常に軽いものですから、ぜひ、どうしても大きい三脚が持っていけない状況の場合にはですね、だから三脚持っていかないということではなくて、このような小型の三脚をですね、カメラの中に入ってしまうぐらいの三脚ですから、入れて撮影に行かれることをお勧めします。